はい、今回はこちらを紹介していきましょうか。これですよね。こちらのビニールです。はい、お疲れ様でございます。今回紹介しますのはね、こちらちょっと甘噛みしました今。こちらですね、これはミクロスマートデバイスですね。スマートコンセントってあるじゃないですか。スマートコンセントはまあだいたい 100V なんですけど、これは違うんですよ。あれ出て開けるんや。あ、開けにくいパターンやんで、これ。うわ、ちょっとここカットしましょうか。開かへん、なかなか開かへん。そういうのありますよね。箱が入り込んでるパターンとか。パターンっていうかもうパティーンですね。パティーンからのパターンやん。ちょっと何言ってるかわからん。そうです、これ USB タイプなんですよ。 USB タイプのスマートコンセント。コンセントって言わんな。こちらアリエクでね、この値段で購入することができましたね。まあ、商品リンクの方もまた動画概要欄の方にね記載しておきませんので、自力で探していただけると助かります。 USB スマートアダプター 5V から 5V から 12V もいける。しかしこのインターフェースが USB やからもう 5V ですよね。ここにスイッチがついてますと。お、 5V から 12V、 2.5A、 カラーホワイト、 IEEE80211B と G と N、 2.4GB に対応しています。と、図はこちらですね。これをスマートフォンにインストールするっていうことじゃないですか。この QR 読み取りましょうか。こっちなんやわからん。 T、 この ハウス家のアイコンついてるこっちの方に行きましょうか。あれ読み込めた、これ違うんちゃうん。あれ遅っ。これかダウンロードしんとあかんのか。スマートライフ、失礼しました。すでにインストールしてましたわ、このアプリで。これをここにつなぐと、なんか斜めってない、これで。ランプがついて、これで押すんか。ちょっと待ってください。説明書を読まんとか。英語か。英語やったらわからんわ。でデバイスを追加していきましょうか。デバイスプラス、デバイスの追加、全然わからん。これを押すんですか。押して紫色になりました。プラスボタンを押すと、どういうことやね。取ったってどういうことや。これか。デバイスを追加、スマートライフ、許可する、接続する、アプリ使用時のみ。あ、これで今検索してると。ドラゴンレーダーみたいになってるやん。これで今検索してるっていうことですよね。見つかります？紫になってる。紫、だいたい一回押すんか、これ。長押しか？それがよくわからん。説明書が英語やから。で、字小さすぎて読めんわな。これ仮に日本語やとしましょう。小さすぎて読めんわ。ん？これ長押しか？点滅していることを確認してください。わからん。どっちや、おい。ライトが点滅していることを確認してください。点滅してないわな。わからん。どっちや、おい。ゆっくり点滅？どっちや、点滅してない。あ、点滅してるわ。点滅してる。パカ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 。早く点滅するな。これか。デバイスの接続中。これ見つかってるんですか？ちょっと待ちましょうか。2.4GB じゃないと接続できないですね。家の Wi-Fi ルーターが 5GB の方に設定しといたら、もう1個も繋がらないですよ。あ、なんか見つかった。USB アダプター追加。なんかできたっぽいな。見つかったぞ。なんかオンのマーク出ました。これで、あ、オンオフできてる。カチカチ言わんから分からへんや。ちょっとなんか繋いでみましょうか、ここに。こちらにライトを繋いでみましょうか。扇風機とかでもよかったんですけどね。ちょっと分かりやすいように。これ今オンですね。明るすぎるわ。眩しいな。で、オフすると。できてる、いけてるやん。いけてるわ。いいやん。え、これタイマーとかいけるんですか？あれ、ちょっとスマホの方の反応が悪いよ。ありますわ。タイマーありますわ。タイマーで朝7時にライトつくとか、扇風機つけるとかできますわ。便利やん。これ便利やわ。あと200個ぐらい買いましょうか。200個ぐらい、こう直列に繋いで。ちょっと何言ってるのか分からへん。すごい、すごい。月曜日は、こうライトを7時につけて、火曜日はライトを9時につけるとか、そういう設定もできますよ。で、これね、日本語には対応してないですね。ちょっと英語仕様ですかね。ことは、この日中だけこう、電源つけて、これなんか USB のここ怪しいな。で、夜はこう、給電しないとか、そういう使い方もできますね。使い方は人それぞれですよね。で、これは、これ何ですか？スイッチングログ？ログが残るようになってるんか。それはいらんわ。パワーオン、パワーオフ。こっちでもオンオフできるんか。これなんや。こちらの扇風機もつなぎましょうか。加湿器とかもできるっていうことですよね。朝の9時から夕方の5時まで。
加湿器をつけるとかそういう使い方もできますよね。これで、あ、涼しい。これで昼間12時から1時は扇風機をオフしとくとかそういう使い方もできますよね。これがあったら。そうです、これ 5V なんですよ。なんで今までこれ買ってなかったんですかね。これはスマートコンセントって高いんですけど、これめっちゃ安いんですよ。あ、いいわ、これいいわ。まあ、どこに使うんかって言われるとね、ちょっと分かってない。今のところ考えて何も考えずに購入しましたわ。あ、でもいいですわ。これの5ギガタイプっていうのを販売してくれたらいいのに、だいたい 2.4 ギガのグループですよね。うちのスマホで使おうと思ったらね、これ5ギガのグループやったから使えんかったんですよ。こっちが 2.4 ギガのグループですね。はい、以上で終わりましょうか。今回はスマートコンセントの USB タイプを紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ、こっち来てください。これ触れると思いました。動画の本編でこれ触れると思いました。全然関係ないですよ。ドンキホーテで昨日買ってきたやつです。失礼しました。大事なとこ説明してませんでしたね。この Wi-Fi のブレーカーっていうやつ、ここを選択しないとね、このデバイス追加できませんでしたね。そこが注意点です。ブレーカーの種類になるみたいですね。はい、ちょっと火が開きましたけどね。追加でこういうものを購入しました。これもね、アリエクで180円で売ってますね。チョイスデーの時に毎月1日に買うとね、180円で購入できる。ストラップついてるやん。あ、こちら瓶のビニールです。あっぶね、このくだり忘れるところやったな。めっちゃ危ない。これ CE って書いてますけど、多分 CE マークの CE じゃなくて、ただのシールですよね。何これ、ここか。ここにストラップを通すタイプか。で、カバンとかにこう、つけといたら便利っていうことじゃないですか。あ、やべ、あっぶね。変なとこ入っていくやん。ちょっとここカットしましょうか。こっちに出てきよう。あ、こうか。こうやって、ここで通して、で、こう、カバンにつけると。まあ、それはさておきですよ。これ USB の 3.0、 ここが 3.0 でここが 3.0 でこっちが 2.0 っていうことですね。これをここに挿すじゃないですか。逆か、こう挿しまして、あ、これ関係ないですよ。ここに例えば扇風機で、こっちにライトとかできるじゃないですか。例えばこういう使い方もできますよね。ここでマニキュアとかを固める UV ライトのやつですね。で、これが扇風機と、で、これが朝8時になったら電源がオンするとか。そうですよね、寒い。今寒いわ。10月の後半やぞ。扇風機使うやつおるけ。 USB ハブとこれ買っても480円で済みますよね。これやったらスマートコンセント1個買えることないですか。いや、今そういう話ではないわ。これの USB はまたね、別の動画で登場するかもしれないです。まあ、カバンに1個つけといたら便利ですよね。このスマートコンセントとかも正直どうでもいいですよ。こっちがメインですよ。これが欲しかったんですよ。だから2つ買ったっていう節もありますよね。